カガミンより断然コナタ派カーダです。おそ松くん実況プレイパート10でございます。はい、前回チョロ松を助けるためになんやかんやしてるところでノコギリで石をちょん切って橋を修復するために石を加工しているところでございます。はい、では始めていきましょうか。汗だくになったおそ松はやっと橋を作り上げた。橋を作り上げた、すごいな。ノコギリ1本で作り上げたのか。おそ松は歯のボロボロになったノコギリを捨てた。はい、よし。今この横にいるのは時間大王の手下ですね。こいつは当たらないように気をつけましょう。てか HP がちょっと少ないな。あ、てか元気も減ってるな。これはあれじゃないのか、橋を作るためにえっちらほっちら頑張ったからじゃないのか。はい、じゃあ今日もこれを使って体力の回復をしていきましょうか。はい、残念外れ。はい、ほんとね、このおそ松くんというゲームの中では白井黒子さんのこの賭博場でね、大変お世話になってますよ。宿屋でね、回復するにはね、2000円も払ってね、2ゲージ分ぐらいしか回復させてもらえないんですけども、これね、うまくいけばね、たった100円でライフゲージね1つ回復するんでね。はい、回復しました。で、これはキャンセルしないといけない。っていうかね、これ 1,2,3,4,5,6 ゲージしかないんだからさ、6ゲージを4つに分ける必要あんのか。これなんかちっちゃい棒が4つあるけどさ、どうせさ最小ダメージも最大ダメージも1ずつしかないんだから、そこら辺はさ、なんか例えばハートを6つにしたとするとかさ、もうちょいなんかあるだろう。これの方が容量食わないとかあれなのかな。はい、奥様ランチこれで回復でーす。よし。で、毎回ここは飛ばしてましたけど、今日は、なんだろう、気分転換にちょっとその様子を見せてますね。大した時間にはなってないと思うんでね、これを乗せたところで。はい。よし。おー、当たった。1000円当たった。もう1ゲージ回復したら行こうかね。で、橋の先になんか敵のようなものがいたんですよね。それは何だろう、また戦うのかな。でミスるとダメージ食らったり、時によってはゲームオーバーとかな。ちびた、邪魔邪魔。よし、この上に橋が、何これ、これが時間キング、もしかして。てかニャロメザウルスと鳴き声一緒じゃん。おそ松は橋を修理して渡った。チョロ松待ってるよ。チョロマスは時間キングに追い立てられて逃げ回っていた。あれか、時間キング、時間キング、むしろなんか知能が下がったように見えるけど、怪物化して目とかめっちゃアホな目してるけどさ。チョロマスは時間大王によってこの荒れ地まで連れ去られたのだった。なぜ荒れ地まで、なんか本拠地的なとこにさらってしまえばいいんじゃないの。チョロマスを助けなきゃ。どうしたらいいんだ。これは何、白旗、白旗かな。で、これ戦う、なんだこれ。おそ松つんは、お、おそ松つんは狩人の血が騒ぎうずうずしてる。これはなんだ、助けを求める声がかすかに聞こえる。もう結構虫の息なのか。戦う、あ、違うね。うわ、降参するなんて、この育児なし。ダメか。これ、なんだ、なんも、解決っていうか、なんもないぞ。おぉ、何やってんだよ、ふん、おそ松なんか、頼らないにゃい。息子たちは、時間キングめがけて、走っていた。それは待て、それは、死亡フラグだぞ。あいつら、バカ。おぉ、そしてムツゴたちはチョロマツを助けるどころか、反対に時間キングに追っかけられてるだけだった。なんとかしてくれ、うえー、どうしよう。あ、おそ松つんが助けに飛び出した。お、これで勝つる。でも結局おそ松つんも同じ運命だった。なんとかしてくれ、うえー、どうしよう。
時間キングに弱点はないのか。そうだ、嫌味の肉屋なら知ってるかもしれない。なんだと。これで嫌味助けを求めよう。なんでそういうさ、あの結論ってか元気メーターすげえ減ってるんだけど、ちょっとまた回復させに行っていい？うん、ちょっと今回はカットします。はい、これで全回復ですね。はいはい、お金も1万円ぐらいあるからね、もう普通に宿屋泊まっちゃってもいいのかもしれんけど、まあいいや、ここはね、はい、嫌味教えて、弱点ない？なんざんす、ミーもこれから逃げるところざんす。そうはさせるか。なんか時間キングにも弱点があるはずですが。そうざんす。なんで知ってんの？闇。シェー！時間キングの弱点は頭ざんす。長年の経験からわかるざんす。頭ね。てか、大抵の生物はさ、頭部弱点だよね。大抵は頭部を潰せば倒せるからね。君、ミーの代わりに時間キングをやっつけるざんす。ミーの商売上がったりざんす。あ、ごめん、今ちょっと無言だったのは、あのふと我に返って、あのうちのアパートは俺がこれくらいのトーンで喋ってたというか、まあ、むしろさっきのアテレコとかああいうのを、うん、喋ってるというか叫んでるというか、他の家の人は聞こえているのだろうかっていうね。で、頭が弱点だって言ったからどうすればいいんだ。そうそう、で、まあ俺の音量が気になって、これ他の家に聞こえてたらちょっと恥ずかしいなっていう。なんとかしてくれー。どうしよう。これはなん、あ、ダメだね。え？これ頭調べたりは、あれないのか。でもこれ外で出るコマンドがあるから。また HP 減ってるし。どうなんでしょう。そうだ、あのデカパン先生がさ、あの大きくなる装置開発してるって言ったよね。あれそろそろさ、なんかできてるとかになってて、それで対抗して、あのビッグオソマツ対時間キング怪獣大決戦的な感じで、それで倒すんじゃないのかな、もしかして。おー、これはなかなか冴えてるぞ俺。頭なんもないけど、時間、現代戻ろう。ドビューン。みんな時間キングに食べられちゃう、そればっかりだなお前。てかバン先生できてないですか。あれ、何、チビだ、まだ戻ってきてないの。あれ、よかった、済んだ。博士、この薬の調合教えてよ。すぐに行くだす。チビタが手伝ってくれて大助かりだすよ。装置の完成は近いだすよ。あ、もうすぐできんの。あれ、まだなの。それじゃあれ、なんだろう。これはよかった、ハタボーダー手下じゃない。ハタボーダーちよ。え、あ、何なんかイベント。ハタボー、そうだ、頭が弱点だった。時間キングの頭にある目覚ましを鳴らすんだ。でも何で、え、何で、どうやって時間キングの頭のベルを鳴らせばいいんだということですが、よいしょ。お、この調子だと現代には時間大王の手下はいないんですな。よかったよかった。よし、たまには奮発してね、普通に泊まりましょうか。トドコちゃんの夢でも見て、ゆっくり休もうと。トドコちゃん、ああ、よく寝た。すいません。今回パートは、あの、ヘッドホン、翡翠ショーですな。ジュルジュルって音が耳元で叫んだら、
気持ち悪いだろ。な、お、おお、珍しく大王のところで新展開。ピカピカ新品のトンカチが手に入っただよーん。保証付き2000円だよーん。保証ってなんだ？なんか5年間の延長保証とかついてくるのか？壊れてもメーカーが保証してくれて、壊れても無料で直してくれるよ的な。お買い得だから絶対に買うだよーん。おい、トンカチ、トン、これで、はい、あいつの頭のベルを。え？あれ？買えない？あれ、なんか買うっていうセリフになってないよね。ん？待てよ。トンカチなら時間器具の頭を叩くのにちょうどいいぞ。はい、じゃあ買いまーす。お金いっぱいあるからね。トンカチください。トンカチ超お買い上げだよーん。ついでにこれをさ、デカパン博士のビッグライトで、何？でっかくすれば、でっかい時間キングにちょうどいいサイズになるんじゃないのか。お、トンカチ手に入った。別に頭叩くならトンカチじゃなくてもいい気がするんだけどね。パンツ博士、できた？お、できた。やったらす。ついにでっかくなあれが完成したらす。ください。でっかくなれて？こいつだす。光を当てると何でも大きくなるだす。特別な薬が入ってるだす。おー、何でも大きくなると。じゃあそれを使って僕のあれも何でもないです。いや、僕のあれはもう元から十分大きい。何でもないです。時間測定器なんか名じゃないだす。タイムマシンに続く世紀の発明だす。使えそうだけど。そうだ、トンカチをでっかくして時間キングの頭にぶつけるんだ。でも、でも何？時間キングの動きを止めないと狙えないぞ。ああ、動いてるもんね。なんか時間キング逃げられないぐらいさ、例えばなんていうの、数万キロ平方メートルぐらいの、なんなんだ、数万平方キロメートル、うん、なんかそういうね、めっちゃめちゃでっかくすれば、まあ潰せるんじゃないのか、逃げる間もなく。まあムツゴたちも当然ぺったんこになりますがね。はい。ねえ博士、人助けなんです。でかくなれを貸してください。君なかなか返してくれないだす。もう渡せないだす。自分からいいよって貸してくれたくせに。ダメなものはダメだす。ちょっと、じゃあ時間測定器返す返す。時間測定器はもらっとくだすが、でっかくのあれは貸してあげないだす。どうしよう、ほんとどうしよう。ちょっとトンカチで頭叩いて、奪おうぜ。調べろ、ちょっとお前のパンツの中を見せろ。そう、どうしようちょっと考えよう。みんな時間キングに食べられちゃう。これ買わねえな。どうしようちょっとなんかウィークポイントないね。乳首つっついてやろうか。ダメだね。時間測定器渡しちゃったし、もうなんもないよ。あ、びっくりした、今なんか出た。ゴキブリかよ、すげえびっくりしたよ俺が。あ、タイムマシンの鍵からゴキブリが飛び出してきた。ほえー、怖いだすよー。どうした？で、どうなった？怖いだすよー。ん？お、ゴキブリ取りをでっかくすると時間キングも捕まえられる。家に戻ればゴキブリ取りはあるはずだ。デカパン博士が逃げ笑っている間にでっかくなれを奪っちゃえ。ほんとお粗末は。お、何するだす。すぐ返すからね。でっかくなれを手にしたお粗末は研究所を飛び出した。おお、栓抜きみたいなアイコンだな。よし、じゃあお家に戻ってゴキブリ取りをね、取ってきましょうか。
ちなみに僕はゴキブリホイホイとかは使わずに、やっぱりコンバットみたいなね、まあ、最近ではブラックキャップですね。あれが僕の中では一番いいかなと思ってますね。やっばい、ママだ。でもゴキブリ取りをもらわなきゃならないし、どうしよう。あ、このまますぐ殴ってくんだよね。ここら辺に入ってないかな。あ、やばい、また殴られる、これは。あ、大丈夫だ、よかった。考えろ、考えろ。どうしよう。ママに本当のことを話しちゃっていいのかな。まあ、話しちゃえ、話しちゃえ。おそ松はママにいきさつを説明した。チョロ松。あ、ママは気絶してしまった。まあ、そうしてくれた方がことは運びやすいな。はい、じゃあ、ゴキブリ取りをもらいましょうか。どこにあるんだ？台所とかにあるんじゃねえの？あ、パパだ！あ、現代のパパは初めてじゃないか？なんだ、おそ松。あ、ママ。え？なになに？あ、そういうことならゴキブリ取りを持ってきてやる。パパは物分かりがいいな。ママのことは任せておきなさい。おそ松、チョロ町達夫、チョロ町たちを助ける方が大事だぞ。今チョロ町達夫とかって言ってたの俺。分かったよパパ、絶対助け出すから。おそ松は家を飛び出した星3つ。なんじゃそりゃ。この星がつく語尾はよくわからない、未だに。オフィスレイディーいないかな。よし。で、あれはなんだ、ゴキブリ取りなのか。ホイホイとかには見えないけどな。ほえん、ゴキブリを捕まえてほしいダンス。まあ、それは全部終わってからね。よいしょ。よし、これで、よし、アイテムは手に入ったので、見ていろ時間キングということで、原始時代に行きましょうか。タイムワープでドビューン。もう後戻りできない。おお、結構、今度こそ佳境かな。今回のパートで終わったりするかな。まあ、パート10だよね。パート10かな ?11 かな ?10 だね。うん。なんとかしてくれー。どうしよう。これは同じですな。アイテムを使うにはどうしたらいいんだ？どう使えばいいんだ？あれ？なんか、アイテム使うコマンドとかないぞ。ちょっと白旗はね、あげるわけにはいかんだろう、きっと。おお、 HP だいぶ減ってる。くそ、また黒子さんとこ行かなきゃ。活用しまくりだな、黒子さんちは。よし。おお、くんなくんな。ああ、これ危ない。すごい危なかった。やばい、やばい。ここデカパンド、まだ。くんなよ、くんなよ、くんなよ。手下くんなよ。あ、よかった。はい、じゃあ一旦カットしまーす。はい、HP をとりあえずちょこちょこ、こんぐらいあれば大丈夫かな。おそ松なら、狩りの名人だから、槍なんかを投げるのは得意なんだが、トンカチ投げるのはどうなんでしょうね。で、なんかなんだ、さっきの時間サウルスじゃない、時間キング戦に持ち込んでも、全然なんか、フラグがなかったので、ちょっと、みんなに話しかけて、まだ何かフラグがもらえるのかなと思って、もうあの手下怖い。ああ、カオルちゃん、あ、時間キングめ、どうやったらやっつけられるんだ。見ていろ、あ、これおそ松だ。見ていろ、時間キング。はい、邪魔。来るなよ、しびた、しびた、なんか喋って。誰もビビって手が出せないぜ。どうしよう、もうねえのかな。だよーん、だよーん、だよーんはなんかないね。
パッパン。パッパンはなんか情報くれたね。おそ松っつん、なんか、お母さんいなくなってるな。うわー、また来た。お母さんいない？いないね。よいしょと、カオル、カオル邪魔。カオル子邪魔。あ、カオル邪魔。よし。あと行ってないのは、第4じゃなくて、デッカパン博士の、博士じゃねえか、この時代は。お、ん？時間キングの爪ももしかしたら歯の治療に。ん？あ、それであわよくばあのもう一個あの幸福の入れ歯作ってもらおう的なことか。あ、おー、これでいけんのかな。道具は揃ったんだ。みんな助けてやるからな。あれ？誰も気づかない。どうしよう。あ、靴マーク。逃げるあれが減ったから、きっとここで決戦だね。なんとかしてくれ。どうしよう。ひらめかない。なんだ？行く気なし、すいません。でもこれさ、逃げるマークがなくなっちゃったぜ。あ、おお、これ2回か。これ押すの避けてたからな俺。そうだ、白旗を振ってやれば。でも持ってないし。よし、このでっかくなあれを使って。おそ松は石の橋をでっかくした。おそ松つんがすぐに気づいた。起きてくれたんだね。おそ松つんが時間キングから一人抜け出してきた。おそ松つん、時間キングをやっつけるのに協力してくれ。方法は僕に任せてくれ。で、どうする？おそ松つんは狩りの名人だろ。時間キングの頭を狙ってこのトンカチを投げつけてほしいんだ。僕はそいつをでっかくなれで狙うから。で、僕はどこに行けばいいんだい？あ、これ調べたね。行くとしたらこの上じゃね？これいいかな？ともう一回考えよう。え？どういうこと？あ、よかった。合ってたね。二人は崖の上によじ登った。そして、おそ松つんは隙を見て、時間キングめがけて、ゴキブリ鳥を投げつけた。おそ松のでっかくなあれででっかくなったゴキブリ鳥で、時間キングは身動きをできなくなった。次は、あ、こいつだ。おそ松はトンカチを投げつけて、すかさず、トンカチをでっかくするおそ松、トンカチは見事、頭に命中したのである。でっかくなった。くわー、くわー、もがき苦しむ時間キング。むつこたちは慌てて飛び出してきた。 ありがとう。おそ松、わーい、やっとこれで褒美がもらえるぞ。さあ現代へ帰ろう。って、あ、いや、入れ歯のことを嫌味に話さなきゃ。時間キングの息は途絶えている。またこれあれかな、イヤミが肉を剥ぎ取るのかな。はい、あ、現代に戻るんだっけか。お、元気だいぶ減ってるな。よし、じゃあこの時間キングも倒したことですので、パート10はここら辺で終わりにしましょうかね。はい、まあそろそろ最終回だと思うので、まあ、次回かその次あたりでもう最終回になってるかもしれませんな。はい、それでは次回パートもお楽しみに。お疲れ様です。